クワトロチーズハム手包みピザを食べてみたいと思います。とろけるモッツァレラマルゲリータを食べたいと思います。なんかマヨネーズが焼き付けてあるみたいになんか変わってる。これツナパンなんだけどね。どんなんだろう、食べてみよう。マヨネーズが上にかかってて、その下にツナが入ってるんだけど、パンはすごく甘くて、なんでだろう、多分ね、変なもの入ってないよね。うん、そうオーソドックスな感じ。うん、美味しい。あ、上カスタードクリームなんだ。マピちゃん、マヨネーズかと思ってた。違う、これクリームだ。だから甘いんだ。キヨプンの方が味覚はしっかりしてます。マピちゃん、味覚音痴です。うん、あ、そうなのね。うん、でも美味しいよね。美味しいよ。なんか変わってても、ツナパンサンドって言って、ちょっとやっぱしょっぱいのかなと思う。思いきやね。思いきや。ツナはまあ、しょっぱいけどね。うん。セブンのハーマンチーズ、うん、ブリトーブリトーよりかはちょっとチーズ少ない感じもするけど、食べた感じがね、ブリトーとは全然違う、うん、食感が、あのパンがもうちょっとブリトーより固め、うん、けども中の具材との、ね、バランスがよく取れてて美味しいですよ、うん、もっちゃりだとマルゲリータさんちょっとジュジュッと出てて、ちょっとやばいかなって思うけど、ちょっとだいぶ冷ましました。口の中昨日やけどしました、ラーメン食べて。ゆいさんも、これもちょっと中のソースは少ない感じするけど、これはピザを表してるわけだね、だから。あ、うん、ブリトーじゃないんだ。ブリトーとは、ブリトーはやっぱパンだけど、こっちはほらピザ。でも分厚いよね、結構ね。うんうん。だからちょっとパンが固めなんだね。ああ。だからちょっと具材がもうちょっと多くてもいいかなと思うな。うん、まあ値段100単価が上がっちゃったかな、うん、198円から文句言うなってことだろうけどね、うん、うぐいすパンどんな味かな。ごまが乗ってる、うん、うぐいすの味はどうですか。うん、あのものすごく綺麗な砂糖の味っていうかね、うん、変なあの甘味料使ってないってことかな。うん、パンちょっと固めやけど、これもやっぱり変な添加剤を入れてないからそうかもしれない。うん、美味しいです。うん、割とこんな感じ。ホイップがなんかもう出たぞって感じないっぱい入ってますせーって感じ、うん、どない？この四角いパンって面白いよね。形は面白いね。うんうん、コッペパンじゃなくて丸くなくて四角いのは画期的だよね。うん、だから具材がぎっしり詰められる。あ、丸いだとどうしても縁の部分が、うん、具材がないじゃん。そうだよね、うんうん、よく考えました、うん、でこのホイップとあんがよく合うんだよね、うん、牛乳とあのあんこが合うような、うん、その感じね。